長い間、就職氷河期という残念な言葉が続いてまいりましたが、その氷河という言葉をみんなの熱いパッションで溶かしていきたいなというふうに思います卒業式シーズン真っ只中の3月19日、総理は雇用対策を推進する雇用戦略対話の会合を開催しました議題は若者の雇用について。若者たちに 将来に、希望を感じられないようななな状況が続くならばそれははは日本の未来は私はないというふうに思います先日発表されたこの3月で大学を卒業する学生の就職内定率は2月1日時点で80.5%去年の同時期よりも数値は多少改善しましたが依然、状況は厳しいままこうした状況に総理は 本年半ばまでに策定する若者雇用戦略に向け、特にこれから申し上げる3点についてご検討を深めてほしいと思います。総理の言う3つの課題。まず1つ目は、機会均等の確保。両親の経済状況が、就職の際の格差につながる貧困の世襲はなくしたいと思います。中退者や未内定者にもしっかりと目を配りながら、 意思と能力ある若者への支援強化を検討してほしいと思います課題二つ目キャリア教育の充実学生の大企業返帳を改めて採用意欲ある中小企業に学生の関心を向けるための工夫の余地は大きいと思います企業と大学がタイアップした具体策をご検討いただきたいと思いますそして三つ目の課題は 若者のキャリアアップ支援。一旦就職しても非正規にとどまる若者は自己の成長を実感できず働くことに生きがいを感じがたいと思いますのでより多くの若者が非正規から正規雇用に移るための支援策をご検討いただきたいと思います。さらに今回の会議では若者雇用の専門家も交えて具体的な検討を深めていくワーキンググループの設置を決定。 もういっぱいいっぱいやってきた制度を名前を変えるだけではダメだと思います既存施策を総点検するとともに実行ある具体策を取りまとめ若者の未来に灯火を灯してほしいと思います